また昨日は堺雅人さん演じる主人公半沢直樹の同僚であり親友泊忍役の及川光博さんもクランクアップ。お疲れ様でした。そして監督をはじめ、スタッフの皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。マー君って呼んでるんですね。ありがとうございました。チャオ。素敵。かっこいい。ね、みんなやりきった表情をされてました、雰囲気ですね、はい、そして原作者の池井戸潤さんも現場に駆けつけていたということでね、皆さん終わってちょっとほっとした夜、クランクアップを迎えました。